黒い服とても嬉しい、ありがとう。今日はちょっとこういうやつ、エプロンみたいに見える。これだけだとスカート、ワンピース。今日も可愛い、ありがとう。やばくしゃみです、本当に。あの配信始まる前のずっとくしゃみです。お目目キラキラしてる。そう、今日ねラメあんましてないですよ、いつもより全然ラメしてないけど。そういうキラ、瞳の話、瞳キラキラしてる。イエ、好きになってます、あざっす。こんばんは、配信間に合った、やったね。でもね、キューティクルといえばさ、昨日サウナに行ったんだけどさ、サウナに行ったんですけどさ、髪傷んじゃった気がする。なんかちょっと前より、昨日よりガシガシしてる気がする。サウナキャップかぶなかったんだよね。そう、サウナキャップ多分すれば多分いいんだけど、サウナキャップ持ってなくて、ちょっと買わなきゃなってなりましたね。サウナの帽子みたいなやつ。そう、あ、ロコがワンワン泣いてる。え、今日長い髪。じゃ。え、やだ、本当に。ちょっと待って。あ、オッケー。オッケーじゃない。もうやだ。ロコもワンワン泣くし、前髪も。やあやあ。ああ。何にワンワン泣いてんの、マジで。あ、やばい。何にワンワン泣いてんだろう、わかんないけど。しかも今日ね、髪もね巻きました。見えないけど、あんま髪も巻いてもらいました。実は全然見えないね、下すぎて、ね、そう、一応巻きました。巻きました。朝は巻いてないけど、ちょっと今急にあ、ちょっと間違えちゃった。あ、前髪見ないでやんないと、やってないからちょっと調子乗っちゃった。そしたらまだわかるかな。こんにちは。すごい、上ら辺まで。オッケー。ちょっと見えないかなと思って、ちょっとまだ巻いてる風に見える。こうしたらあんま見えない。すぐ取れちゃうんだよね、あず。こんばんは、トリカート、トリカート、いや微妙って言われた。そう、おろし巻き。クマありがとう、いっぱい。マッコブイさん、誕生日同じ。おすすめのヘアオイル、ハニー&ハニーピンク、あんバター。そう、あんバター美味しかった。ちょっと白っぽい。そう、今日はねメイクは自分じゃないんです、やってもらいましたから。でもあんま大丈夫、あんま大丈夫。
つか染めたくない。ほろ酔い、ほろ酔い、うん、毎日配信してないですよ。毎日はちょこちょこやってます。最近はで染めないよ、わかんないけど染めないよ今のところ。黒ニット、そう黒ニット、今日なんかでも早く昇格して髪も切りません。髪も切んないし髪も染めない。昇格したとしてもきっと髪は切りたくないです。染めたくもないです。絶対にそれはまだわかんない。そんなのはわかんない。今は染めたくないし切りたくないですってことです。いつかはわかんないけど、でもアズは今のアズは黒髪ロングが好きだなって思うから染めないです。ね、染めても切っても好きって言ってくれたら嬉しいです。クラゲヘアね、あず似合わないと思う似合わない気がする。メイクさんとも話したから多分しない、いつのいつか嬉しい、ありがとう。そう言ってくれるのが嬉しいです。画面ツインいつかしますね。いつか、いつか。ファンミの髪型ね。でももうね、メイクさんにはね、してほしいって言われた髪型あるから、全然自分で決めてないけど、でもね、そんな調整はしてないやつにしますよ。ファンミ、北海道、明日、そう、明後日ね、そう、コンサートとかバケット決めるときは髪型どのように、え、まだ私はね、大体ストレートなんで、まだあんま決めたことないんですけどね。美容院の頻度、まずね、年一とか全然行かないです。病院自分でケアしてます。頑張って、その分行かない分、イエイ。美味しいね、美味しいもん食べれるといいね。今までしたことない、わかんない、したかもしれない。セルフケア、セルフケアで頑張ってます。行かないから、全然美容院苦手で、あんま行けないんですよね。年一しか、年一もね、別に行かないときは行かないですね。なんか本当にここ切りたくなった、あの前髪のなんかこういう長いところが切りたくなったとかで行くぐらいで、別にあのトリートメントだけのためにとか行かないですね。絶対行かない、あんま。あ、生リンゴさん、タワーありがとう。
タワー、猫タワー、ありがとう。ありがとう。仕事やから、仕事だから、え、仕事頑張って、ファイティン、若い証拠、若い証拠、あ、病院病院、前髪分けるの今日実は分けてたんですよね。けど配信やるから戻そうって思って戻したら全然戻んなくなっちゃって、ここが割れてます、ちょっと嫌や。またはお出てほしい、出るでしょうお待ちよ、少々お待ちよなんで戻しちゃった、戻す、恥ずかしいもん。最後の最後ぐらいにならやっていいかもしれないけど、ちょっと最初から分けてんの恥ずかしいなって思って直しました。そう、明日エンタメ委員会ありますので、ぜひ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 、初めて、分けてるの見て、でもまず分けてるの本当に似合わないんだよね、多分アイドル前髪とかあんま似合わなくて、そう、なんかおでこ、おでこが狭い、狭いって言われたのかな、メイクさんに。だから多分パッツンの方がねいいんだと思うって言われた。自分で似合わないと思うんですよねって言ったら、確かでもそうなのかも、でもいいと思うよとも言われたけど、カラコンウィンク、そっとあなたに、特別なこのまま私レースと言えなくて、おでこ広い方が似合うらしいですね、前髪分けるの。ね、かわいいよねこの振り、わかる、わかるのよ、めっちゃねいいよね、ウィンクでやられたー、わーわーヘイゼルケイの瞳、その奥で本当の私を知って、ウィンクうまい？やった、この期間でね鍛えられたかもしれん リップかわいい、嬉しい、一気に可愛くなくなった とりあえずはね、だよだよなんかさ、どうしよう、なんか困っちゃう、表情迷子表情迷子中、やあ、初見ありがとう、タキオンさん汗汗汗汗
汗汗。めっちゃさ、おかしいね。めっちゃおかしいね。まず可愛すぎて夜しか寝れません。健康、健康かよ、健康かよ。あ、それうまい、そううまいんだよ。首は動く、首動くよ。気持ち悪いよね、ちょっと。なんかこれ怖いよ、今開いた人びっくりしちゃうよ。首動いてて、わおってなっちゃう。そうだ、首ねよく動くんですよね。だから首の動きなら任せて、任せなさい。顔の体操。変顔じゃん。変顔？変顔なんかやってないよ今。一回も変顔なんてしてない。してない。変顔じゃないよ。これはいろんな表情の練習。変な顔なんて一個もなかったでしょ。そうでしょ。そうでしょ。トレーニングです。ちょっと待って、全部可愛いよ。やった、表情筋引きつりませんか。表情筋引きつりませんか。引きつってないです、大丈夫です。まずに恋積んじゃった、いい意味で。やったー、嬉しい。小顔ではない、可愛すぎな。ありがとう、優しいね、嬉しいよ。優しくてみんなが素敵。キュン、シャメ会積んじゃった、いいことや。いっぱいシャメ取ろう。でアズトの思い出積んじゃって、こっちね、こっちの方ね。アズトの思い出いっぱい積んじゃいましょう。積んでこう。
んちゃん生活大好き、嬉しい、ありがとう、ありがとう。1ヶ月でアスに似合う男に、かっこいい、ありがとう、し陽平さん、ありがとう。ロコちゃんに吠えられた。あ、こっち見なくなった。よし、あ、やばい、こっち、あ、見た見た見た、やばい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 。めっちゃ追ってされるんだけど、やばい、何も持ってないよ、あず食べ物。ちなみに、ちなみにね、すごいカリカリしてくる足、ずっとこうやってやってくる。何も持ってないよ、ロちゃん、何も持ってないよ。あざといんすよ、うちの愛犬は。ずっとベロ出して、ずっと尻尾プルプルに振って、あ、かわいいね、あんた、なに、かわいいの、口くるの、来たいの、かわいいの、ほんまにかわいいの、かわいい、なんであっち向かないの、ほらほら。スクショスクショ、あ、やばい、あくびされる、スクショ今、オッケー、似とる、やっとね、嬉しい。確かに写真会にロコ連れて行きたいね。ロコの日、写真会、ロコちゃんとスリーショット最高。アズも欲しい、アズも欲しい、ロコちゃんね、ロコちゃん、絶対行く、ロコの、ロコの日なら、ロコ人見知り、めっちゃ全然知らん、もうね、まんま行く、止まってくれる、止まると思うよ、きっと。でもマジでロコは誰もみんな好き、あの、どん、本当にみんな好きだから、ロコ人間というものすべて好き、犬より人間だと思う、ロコは。かわいい、リリユナ、リリユナ確かあれ
ってさ、そういう、あ、そっかさ、誰でもね、あー、そっか、確かに、だってロコ言われてるよ、みんなに。チカンボン、チカンボン、僕チカンボン、あ、僕じゃないわ、あなた女の子や、やだ。そう、いい意味、いい意味だね、確かに。アップアップハッピーハロウィン、早くない、早くない、え、でもさ、でも言うて今もう10、あ、もう20、うん、そうだよね、もう20か、早いね、もう確かにもうハロウィンだ、全然早くないね、すごい。そう、あのさ、一発のさ、みんなさ仮装してたじゃん、あず何になったでしょうか、言えないけど、い、ま、言ったら、まあ、言ってもいいけど、よくない、楽しみがなくなっちゃうから。アズもいつか着ると思うんですけど、いつかわかんないけど、まだきっと着るでしょう、一応選びました。え、マジで何やったっけ、あれ、アズ忘れちゃった、自分で自分で忘れちゃった。来週、来週だっけ、え、わかんない、再来週、再来週、さらささらは、わかんない、ちょっと来週、来週は違う、違うか、再来週って何曜日じゃ、何曜日、もう再来週ってハロウィン終わってる、もしかして再来週ってハロウィン終わってる、来週違うよね、だって火曜日でしょ、終わってるよね、火曜日なのはそうだけど終わってるよね。あれ、あず着るかな。あれ着るかな。どうだろう。着るかな。終わってない。え？終わってない？終わってないか。29か。29か。なんならハロウィン近くなのか。さらさら来週だったら。ちなみにアズもいつかまだ分かってないんですけど、ささ来週も出るか分かんないんですけどね、一応衣装は決めましたけど、出るかどうか、まあ来たら楽しみにしててね。アズも来たいから出たいな。チャレンジね、チャレンジ、アズが出ないと一発チャレンジが終わんない、そうだよね、そう、じゃあアズが出なきゃ、任せろ、終了して握手会いけなかった、悔しい、ぜひ次のアルバムでぜひ会いに来てください、待ってるよ、お腹いっぱいで動けない、動け頑張るんだ、パーティー、アズの指、アズ指細い、細くないんだよね、どうだろう、わかんない、北海道行くよ、早くアズに会いたい、アズも会いたい、指細い、オンライン行くよ、待ってるね、オンライン
残りわずかまでもう少しってさ、どれぐらいなんだろうね。ね、どれぐらいだと思いますか。ね、でもまだ全然大丈夫だと思うから、みんな待ってます、お待ちしてます。嬉しい、ありがとう。でも分かんないよね。でも残りわずかまでもう少しがいっぱいなんですけど、なかなか残りわずかまでいかないですよね。だからどれぐらいなんだろうって思ってます。あ、ピピー、なんかができた。あ、すごいすごい。ピンピン、わかんないです。確かに写真会でもさ、あれだよね、写真会ってさ、みんなさ、そんなさいっぱい撮んないもんね。だからでも楽しみ、写真1枚からお待ちしてますね。どんなゆりちゃん不足でしょう、でしょ、わかるの。あずもみんな不足。そう、ずあのね、11月の23の3部がさ、ずっと残りわずかだよね、確かね、あれ結構前からそうだけどね、多分そうなので、ぜひぜひ、まずってないよーって方は、一番最初だよね、一番最初だから、初めて、あずも初めてのところだ、一番最初、11月23の3部、あずの初写真会の部待ってます。アズのサインボールはなかなか難しいよね。でもコンサートとかだったらね、この間やってましたよね。その部行きます、待ってます。買いました、嬉しい、待ってますね。アズ知らない、おー、18期ファミぐらい、あれはなぎすぎな。あれさ、すごかったよね。でもさ、あれね、楽しかった。でも投げ、めっちゃ投げてて楽しかったね。ね、嵐だったね、ファミ。またいつか18期でできたらいいなって思います。おすすめポーズ、初めてだったらヤギのポーズとかハートとか普通にいいと思います。あとは皆さんの個性、個性何でもしますね。何でもする、何させるつもり、逆に。わお、わお、いいじゃん、わお、あり。もう決めてんね、いいね。アズの大丸、ダイヤの大丸はこれ、キース。
そうめ。ポーズしてできると思いますよ、多分。たくさん撮るからポーズが嬉しい。ジョリーさん、ポーズ考えといて、楽しみ待ってますポーズのあのピースの隣にするアズ、わかこれわかんないね確かに難しいけど、いい感じに撮って、コロナ前はよく、でもさ今でもさ距離はあってもハートを作れますよ。今日行ったの？いいね。変顔欲しいの？変顔欲しいの？まあみんなといい思い出の一枚ができたらいいなって思うので、ぜひそこはみんなで考えてください。楽しみ。自分がこれ思い出に残したいって思うやつをぜひお願いします。どんな感じね。ポーズ考えとこう。見つめ合い、いいじゃん。プランを考えんの一つね、楽しみ。ワク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 ね、楽しみ。のーちゃんが写真撮るだけでも思い出なんですか。お、嬉しい、嬉しいこと言ってくれる。あのみんなと写真が撮れたらそれが思い出になります。ワクワクです。でも、ね、うん、オンラインは写真会だもんね、アズだけだもんね。そう、ワンショット確定、いいですね、それも。じゃあみんなが言ったやつをやればいいんでしょ。任せなさい、いっぱい言っちゃう。任せなさい。実質カメラマン、あれ、あず、どういうことなんだろう。え、普通にいつものあのなんだっけ、いつものあの321パシャなのかな。どうなんでしょうか、知ってるか。そうだよね、そうだよね。大変じゃないと思う。いけます、全然。楽しみに待ってますね。何でもおっしゃってください。みんな来てくれるんですか？オンラインか握手じゃないね、写真会来てくれるんですか？行くよー。オンラインも現地も嬉しい。
ポーズ迷ってます。どうしようかな。ぜひ来てくださいよ。来てくださいよ。全日程取った、すごっ。ピーフルさんありがとう、嬉しい。レーンに入る勇気、勇気絶対大丈夫。アズが待ってるぜ。ニコニコでニコニコサンタ。お申し込みは早めに、早めに。あれ今日、そう、明日、明日の12時までまたあるので、ぜひ。なんて来たんなんて 言わないよ。誰がそんなこと言うの。誰に言われたの。ダメだよ。嬉しい、アズは会いに来てくれた、みんな嬉しいです。あ、今3時か。じゃあ月曜の、そうだわ。今日何日？今日って金曜日。じゃあ明日が土曜日なのか。じゃあ月曜日までなのかな。じゃあ月曜だって。じゃん。みんな飽きたり飽きたり、飽きるわけないやろ。何をやろ。切るわけないよ。締め切りないはず。そうだね。なんかそうだったわ。前回も期間ちょっとだけ長いのありがたや、ありがたやですね。いつもさ1日だよね。短いよね。だから今回長めだから。ぜひ。悩んで。ね。待ってる。ねえ。そうだよね、次。悩んでると、それはでも、そう確かに。でもお待ちしてます。悩んでいいけど、ぜひ。みんな来てくれるかなって不安。ここにいるみんな来てね。写真だもんね。緊張しちゃうよね。あずもみんながいっぱい来てくれたら安心しちゃう。出席確認しますよ。します。待ってます。行くよー。イエーイ、ねねちゃん。うん。迷ってる時間ないんだから、ですよみんないや迷っていいんですよ、迷っていいんですけどね。ちょっと今見たから、コメント見たから歌っただけです。
いとかじゃないよ、うまいとかじゃないよそういうことちゃうねん。自分のパートや。ないんな、お迷ってる、迷、あ違う、そこは違うか、ないんだからかか、ガーズか。可愛い子たくさんいるから困る。アズは何番目？ちょっと迷ってきます。ないんだからだよ。1、あいあいさん詳しいけど、悔しいけど詳しいじゃない。1やった。あ、1番いっぱいいる、嬉しい。あれなんか、むむ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 む。あずもみんなが一番だよあ、やばい、ロコがズワってしてた今みんなが一番だよ。あおもろい。変なの、まずって変なの、変なの。変なスイッチ入った。みんなにもゾワってされてる。ゾワザ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 ワまさかチョンと変って笑われます。やだ、笑わないで、笑わないで。なんだっけなんだっけ、ねえそんなに見つめないで、その歌詞約束よ。だ悲しい、可愛くて最高、最強、最高、最強、最高。アズは可愛いだけでいいんだよ。何？これは王騎将軍の真似。キングダムの。キングダム。なに？全部見てます。ワンピース知ってるよ。チョッパー、チョッ
パー好きだったな。でもチョッパーとか、いや難しい、ビビオも好きだし、エースも好きだし、シャンクスも好き。でも一番はね、でもエースね、わかんない。好きだよ。でも今ね、今まで追いついてない。そんなあのね、あそこで止まってる。あとワンの国の途中までで終わりました。ちょっと今追いついてないです。早くだって長いんだもん、ワンの国。長いんだもん。でも最初が好きすぎて、最初結構何回もネットフリで見たりしてる。ワンピースはそう、あの本当に最初が好きなの。だってさ、エースのところまでがさ、もう本当に好きすぎてさ、だってエースいなくなって、あず本当にね、鬱になったもん。鬱でんでん、そう、エースでみんななったと思う。あれはね、みんななるっしょ、絶対通るものだと思う。ワンピースみんな知ってる、みんな見てるのかな、ワンピースって。やっぱサボね、確かにサボがさ、またさ、最近ではないけど出てきた時嬉しかったよね。めっちゃいい、よかったよね。でってるるるタルルーチカチャみたいな、こうかも、途中のやつ。褒められたって嬉しくみたいな、なんだっけ、褒められたって嬉しくないぞこの野郎がみたいな。チョッパーめっちゃ可愛い、あれなんか昔めっちゃなんか真似してたな。好きだった、可愛いよね。まずは、いや見てる、好きだなぐらい、わかんないけど好きだよ。ワンピースは家族が好きで、だからあずも一緒にずっと見てて、お家にね、なんかさ、めっちゃでかいパズルあるじゃないですか、あのワンピースの。もう本当にどれくらい、もう結構人あず1個分ぐらいのサイズ、もう100何センチぐらいのさあ、パズルとかが横幅に長いやつがあんの。あれ家族みんなね、みんなで協力して作って、それを飾ってました。本当にみんないるみたいな、もう海軍とかなんかもういっぱいいるみたいな。そうそう、それをねやってたり、もうフィギュアも一番くじでめっちゃやってたり、ワスト1賞取るまでやってたり、もうねフィギュアもめっちゃあったんだけど、今どこ行ったんだろう、押し入れの中とかにあんのかな。けどめっちゃ好きでしたね。だからアズはそれに便乗して、あのワンピース好きになってました。そう、ラスト1賞狙って、あともうちょっとしたら、だからなんかちょっと頑張ってさ、あのもうパパとかも好きだったからいいけど、お兄ちゃんとかがすごいパパにいっぱいパパ大変そうだった何がとは言えないけど大変そうだったな、パパ。ありたけの夢をかき集め、ドゥドゥ探し物を探しに行くのさ、ワンピース。パパね、あのね、多分でもさ見てる気がするこれ、だからちょっとあんまあれだね。ね、多分掘り出したら結構ある気がする、ワンピースいっぱいあるよ多分。
娘さんいい子ですね。やった、まあ親のおかげですとか言います。親のおかげですそんなすそんどうどういう教育が素晴らしい、本当ですか。娘のことをしよう、やばい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 、いる、なんかいるなんかいる。あずきさんをください、やばいじゃん、平和。確かに、まずはパパとママだ。ママなのかな、わかんないって最近パパママにって言われますけど、わかんない。アズアニ、アズアニはね、さっき一緒に赤から食べに行きました、アズアニと。アズが急に踊り出すとバカじゃないのって言ってくる アズとお兄ちゃん顔似てないと思う、多分。そう、厳しい厳しい。女の子パパに、うん、どうなんだろうね、わかんないけど。お兄ちゃんは4つ違いかな。会ってみたい、会えるかな。でもね恥ずかしいね。キャッ、お兄ちゃんは若くの、若いのかな、でもどうなんだろうね、わかんない。もう社会人、そうですね、頑張ってます。アズに会ってみたい、そうだよね、それがそうだよ、それがそうだよそれがそうだよってなんやねん、それが正常。そう、でも本当には私の家族みんなみんなでご飯行きますね、本当にいつも。てか本当に家族としかさ、そうなかなかさ友達とかとさ予定合わないしさ、そうメンバーはメンバーで。まあ、普通にいつも遊んでるからだけど、なんか出かけるとなったら本当にさ家族とばっか行っちゃうはず。てかさ、あの家族、まあ、楽なのもある、めっちゃ楽ですよね、やっぱ家族だと。だからね、そう仲いい、みんな仲いい、そうです。家族、クリスマス家族、うん、そうかも。なんか家族というかおばあちゃん家行けますね、クリスマスよく毎年。そう、高校生の時とかもおばあちゃん家で、あの大きいクリスマスケーキ買って食べました。あのいとことか、いとこちっちゃいんですけど、そう、その子とかと一緒にみんなでクリスマスを過ごしてますよく。去年とかお話し会だったっけ、だったっけ。だからあのどっちか、イブじゃない、イブじゃない方、あ違う違う、お話し会じゃないね、クリスマスの劇場だ、だったから行けなかったんですけど、で毎年アズ以外で集まってましたね、だからみんな悲しいけど、アズもアズで楽しかったんで、全然いいクリスマスでした。去年も今年もいいクリスマスになるといいね。
かぶられてる。まあ毎年行ってるからしゃあない。ありがとう。お正月も行きますね。なんかめっちゃおばあちゃん家行きますね私の。からそう、なんかねお友達と過ごすのも好きだ、好きっていうかあれよかった、良いと思うんですけど、でもなんかクリスマスはおばあちゃん家行きたいって気持ちがありましたね。高校生の時もずっとおばあちゃん家行ってた。クリスマスはしかもケーキが美味しいの。ケーキが美味しいから行くの。やっぱ暴露。ケーキがめっちゃ美味しいんですよ毎年。いいケーキを買ってくれるのでそれのためにちょっと行ったりしてた。クリスマス会、クリスマスパーティー。そう、タルトとかなの。めっちゃねフルーツが乗ってるタルト、美味しいところの。でもクリスマスはいいですよ、みんなで過ごして。タルト大好き。そう、タルト大好き。毎年同じところだから毎年楽しみなんだ。今年も食べれるといいな。キルフェボン美味しいよね。確かにキルフェボン、でもキルフェボンじゃないんですよねその時。キルフェボンはママとよく買います。おばあちゃん家はねそれじゃないんだよね。すごい美味しいよねキルフェボン。大好き大好き。周年公演の時いつもキルフェボンとか発売記念とかキルフェボン多いですね。 AKB 嬉しい、美味しい。今日は何時までやりましょう。確かに11:15とかにしようかな。どうですか。それあ、普通に11時15でいいか。11時15にします。はい、先輩わかりました。わかりましたか。はいはい、はい、よしよし。いきなりして、そんなことないよ、そんなことないよ、ないよ、ないよ。じゃーん。アズってどんな先輩？アズってどんな先輩？ヤッホーバカヤッホーしバカ言っちゃう。今日もかわゆいと会ったんですけど、かわゆいといつもまた会ったんだけど、ヤッホー、あ、ヤッホーヤッホーばっか。こんにちは、おはようございますってヤッホーって言うの。そう、ヤッホーばっかやってた。多分あず本当にさ、ヤッホー、ヤッホー女って思われる。マジです。ヤッホーとかおはよう、なんかね上がる、
語尾あやっほーみたいな感じ、多分みんなに。でもやっほーばっか言ってる。普通に同期18期にも誰が来たらやっほーやっほーやっほーめっちゃ使います。マジでやっほー、そうやっほーです。明るい先輩でもやっほーちょっとよ、あのあれだよね。でも昔から口癖な気がする、やっほーとか。あとは最近本当にさ、なんか本当にあのあと何も考えずになんか同期とかにおつわつとか言っちゃう。でもヤッホーがマジで一番言う、あの本当にヤッホーばっか言っちゃうと、おつかれさん、おつわつとか言っちゃう。おかしい、おかしい、本当に。楽しみ、楽しみ、何が？え、怖い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 よ。いった、結構痛かった。急に。17期さんはそんなことないよ、仲良しですでもなんか17期さんは普通にお疲れ様です、お疲れ様です、あお疲れ様ですみたいな感じ。いつものと通いどういう反応、え、なんも、あの普通にやっほーって可愛い優しい笑顔で微笑んでくれる、かわいい、みんなかわいいです。タメ口多くないけど、なんかさあの記事だよね、そうあの時。そうでもマジでマサイさん、まあもうこれも怒られる、でも怒られるんだもん、タメあの敬語使うと。だからあのまゆちゃんにはあのマジで敬語使うと「ねえアジやめてって言ってるでしょ」って言われる。そう似てる似てるの、そうめっちゃ来てる似てるってそうめっちゃ言われる。マジで次言ったら本当に分かってんのって言われるこれ結構似てる、これがやつ。うまいって、うまいって、まゆちゃんうまいって、やった。アイリさん、アイリさんはね、アイリさんかわいい、もうキュルキュルって感じ、まばたき多い、なんかあざとかわいい、いつもキュンってしてる。やめてよみんなそういうこと言わないで。でもね意外とモノマネうまい、ほんとに。じゃあよくメンバーのこと見てるってことかな。
バーにやったらダメ。あ、もうあとリアルを求めてるから、これリアル。同期のモノマネ、いや、いっぱいあるよ。え、難しいな。でも言うな、なんだろう。え、何が え、何がばっかり。あの、聞こえないとめっちゃ聞かれる。あの、すごいそう、いっぱいね、いっぱい聞くの。そう、僕の知ら、いや、でもなんか知りたがり、なんか分かる。自分が聞いてない話を周りが話してると「え、どうしたの、何が？」そう、そんな感じ。いいよ、かわいい、かわいいでしょ、ヨナちゃん。好奇心は、そう、確かに、そういうの可愛いよ。当たり前、みんな可愛いんだから。研究生18期19期17期、みんな可愛いんだから。もうね、あの、本当にコンサートツアーを通して本当にね、もうどんどんみんなと仲良くなってきて、朝は本当に嬉しいんだ。みんなの可愛さどんどん知っちゃう。みんな好き。確かに本人の前で言ったら怒られるかも。やばい。あずめっちゃ可愛いよ。あざーす。いいね、みんな優しい。つゆうなはあずにいじられるとね、本当にね、いや、あれね、もう本当にシューンってなるから。そう、でもね、負けじとね、そしたらいじってくるから、アズがいじるとクイーメラメラで、ユナもどんどんいじる。そう、面白い、そう、面白い、いい光景かも。おもろいコンビ、ユナアズです。そう、仲良し、みんな仲良しって証拠。そう、仲良しだから、そう、いっぱいね、面白いよ。なあ、確かにね、なんかさ、わかんないよね、どっち。ユナもさ、子供っぽいけどさ、でもさ、アズも、あの、わかんない、ちょっとわかんないからいいや。やめた。アズが年下ね、嘘、本当に。もうだって明らか赤ちゃんじゃない。どうなの、分かんない。18期みんなね、なんか本当に同級生って感じ。そうだよ、まず意外としっかりしてるんだから、意外とね。
すごい見えて。そう、二十期ちゃんも来るらしいのでね、ちょっとね楽しみだね。新たな後輩ちゃん、イエーイ、またヤッホーって言う子が増えた、増える、楽しみですね。みんな18期、うるさいよ、めっちゃうるさいよ。楽しみだね。朝の仕掛けやすね、いっぱい仲良くなりたいから、いっぱい話しかけてほしいな。でも明日とか関わるからね、エンタメって。体育系、確かに体育会系、楽しみだね。前髪が今日ね、だからマジでもう行ってないから、でもダメだけど、今日ずっとねこうやって分けてたんだよね。あ、わかみさん、猫タワーありがとう。タワー、タワーありがとう。そうなんだ、でもあんまね自分じゃ似合わないと思ってて、しかも難しい、この前髪作るのめちゃ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 難しくてですね。そうなんですよ、めちゃめちゃ難しい、分け合図です、これが。ありがとう、いっぱい。あ、電気切れた、もういいか。もうちょっとだからこんな感じにしました。あ、明るい、びっくりした、ひえー、OK、あり？あり？どうなんだろう、難しい。いつかあり？ありすぎる、嬉しい。本当に？本当に？これ好きじゃん。わかんない。おじしか勝たん敵だ。ありがとう。ちょっと下手だ、ちょっとちゃんと見たらいっぱいこっちにいた、これも全部こっち、さっきの方がうまかった。まあそれはそうか、セットしてたもんね。そうなんですよ、そうなんですよ、気になっちゃう前髪延々と。この前髪の作り方、あずめっちゃ簡単で、もうシューってやってポッ
で隠し手とかしてキープシューってやったらもうアズの前髪できますよ。ちょっとだけ大人っぽく見える。本当に大人っぽく見えるのこれ。大人、大人。パッツン楽ちん、確かに。今のスクショタイムでしたよ。二十歳ぐらいに見える。朝二十歳になるんですよ。実は二十歳になるんです。似合う。できた。じゃあいつの日か、いつの日かやる時が来たらやりますね、みんなの前でも。でも嬉しい、よかった。なんかちょっと褒めてもらえてちょっと嬉しいでした。嬉しいでした。別れちゃうけどすぐ。ということでランキング読みたいと思います。ランキングは読みますね。いきます。13位、シエモンさん、ありがとう、ありがとうございました。そして12位、ペンギンヒップさん、ありがとう。やっぱ常識やな、イエイ。ペンギンありがとう。そして11位、鳥さん、ありがとうございました。で10位、しゅうかちゃん、ありがとうございました。そして9位、パンさん、ありがとうございました。パン。そして8位、はやりんごさん、ありがとうございました。りんご。そして7位、こうようさん、ありがとうございました。まるちゃん。そして6位、ブルーさん、ありがとうございました。で5位、シオンさん、ありがとうございました。そして4位、まいちゃんさん、ありがとうございました。ありがとう。そして3位、マコブさん、マコブさん、ありがとうございました。そして2位、アズのワカミさん、ありがとう、タワマ、ありがとう。そして1位、あずぬまに落ちたナオリンゴ、ナオリンゴさん、ありがとう、どうもありがとう。今日もリンゴ、あーん。ありがとうございました。みんな今日も楽しかったです。ありがとうございました。じゃあな、バイバーイ。